今回はソラミネリンさんです。1997年6月12日生まれ、身長162センチ、スリーサイズ92、61、90、埼玉県出身。もともとは SNS でいろいろと発信していたようですが、いつしかそのことが反響を呼び、グラビア活動を開始します。ちなみに X の開設日は2021年です。その時すでに大学を卒業して製薬会社のバイオ研究員として働いていたそうで、研究員兼グラドルとしても話題になりました。会社では微生物担当で日々研究に勤しんでいるそうです。つまりは二刀流なわけですが、仲の良い同僚にはグラビアのことは伝えているとのことなので、会社には内緒だったのか、そのあたりの詳細は不明ですが、 SNS にはきちんと研究員と記載されているので、会社にバレても問題ないのかもしれませんね。2022年にはミススパ2022へ応募し、ファイナリストに選出されています。素晴らしいボディのソラミネさんですが、そんな彼女を放置しておくほど世の中のアンテナは鈍くありませんでした。早速 DVD のオファーが彼女の元へ舞い込みますが、一般的に DVD は衣装や演出が好みではなく、妄想ができる写真の方が好きだった彼女は1年間悩んだ挙句、グラビアを飛躍させるために映像に挑戦したという趣旨の発言をしています。そして出来上がったファースト DVD が発売されたのが2024年1月のことでした。千葉県で撮影されたというド DVD はかなり攻めた感じで、本人も仕上がりは99点と満足のいく内容だったようです。1点減点の理由は経験値が足りないということでした。ファースト DVD リリース後ほどない4月には早くもセカンド DVD をリリースしますが、ファースト以上に思い切った方向性でさらなる進化を遂げていました。ということで、現在は撮影会やファンサイトなどを中心に精力的に活動しているソラミネさんでした。当チャンネルでは毎回話題のグラビアアイドルを取り上げていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。